本日もね、非常にいい天気になりまして、気温も上がってきそうだということでね、今このベランダで布団を干したところなんですね。先ほどまで風が吹くとね、花びらが散りましていい感じでした。まあそういうことでね、お花見なんですけど、私はその、なりますか、いろんな分野の動画を撮ってるんですけど、実は昨日ね、西濃鉄道行きまして、まあちょっとお花見スポットというかね、有名撮影ポイントで撮ってきたんですね。で、その理由は何かと言いますと、まあ鉄道系 YouTuber の有名な方が、そこへね、5回も通ったっていう東京からね、いう話だったんで、まあそれで、じゃあ僕が撮ってやろうってことで、撮ったんですけど、まあ、結論から言いますとね、まあ、まだ1日しか経ってませんけど、彼はね、登録が20万人だし、私は500人。で、彼の再生は1日で1万回だし、僕のは28回。どうしてこの差が出るのかなっていうことなんですよね。で、それはあなたが面白くないからっていう、言われるとは思うんですけど、ただ、じゃあ、その、ガミシっていう方なんですけど、その方の動画と私の映像のクオリティを、まあ自分でそんなクオリティなっていうこと自体がちょっとあなた大丈夫って言われたかもしれませんけど、まあ一応自分なりにね、結構頑張って撮ったんですよね。ですから、どっからその1万回と28回の差が出るのかっていうことに対しては、ちょっと、なんか、ね、一生懸命やってるんですけど、何なのかなっていうことなんですよね。まあ自分としてはね、1時間半以上かけて美濃赤坂まで往復しましてね、本当に気合を入れてやったんですけど、まあ再生が28回ということでね、何なんだろうなっていう。まあ特にね、ちょっと昨日は気合が入りすぎてね、しかもエイプリルフールってこともあったんで、ちょっと親父ギャグ満載で頑張りすぎたんですよね。で、まあ編集っていうか、まあ撮ったものをつなげるだけなんですけど、自分で一回見たらあまりにもね、滑りすぎているっていうか、背筋が寒くなるっていう感じだったんで、大幅にカットしたんですね。で、やっぱちょっとそれについて、まあ、まだそのエイプリルフールの余韻が残ってまして、なんて言いますか、ジャニー北川さんのモノマネをやったんですけど、ちょっとそこのとこカットしちゃったもんで、ちょっとそれ心残りでね、今からやろうと思うんですね。で、まあ、何回も言ってるようにね、そういう大手のなんて言いますか、その、YouTuber プロダクションっていうんですか、事務所に入っている人たちは、なんかすぐランキングとかなんかね、注目ランキングとかそっちの方に出してもらえるんですけど、僕ら一般人って絶対そういうことないんですよ。で、それはあなたの動画が面白くないからって言われたらまあそんだけなんですけど、僕から言わせればガミさんのも面白くないんで、なんで彼のね、動画がね、10万回再生、僕は28回、そんなに差があるのかなっていうことでね。で、これは、そういう YouTube 本社が、そういう事務所に入っている人たちと何か、貧乏論、どっちもいいっすわ、なんじゃないっていう、まあそういうこともあるんですけど、まあここは一つですね、まあ、せっかくその動画を見てくださった方には非常に失礼とは思うんですが、うわ、蜂が。すいません、蜂が今ね、飛んできまして、この季節やっぱ花が咲くとね、蜂に刺される危険があります。で、何が言いたいんだって言いますと、視聴者の皆さん申し訳ありませんが、私のね、なんちか動画の、まあ、登録とか、グッドボタンとかね、お願いできないかなっていうことなんですけど、まあ、それをですね、ストレートに、今話題のね、ジャニー北川さんのモノマネでやろうと思うんですよ。で、ジャニー北川さんはもう死んじゃいましたけど、なんで話題かっていうことについては、まあ、先日ね、イギリスの国営放送でね、かなり大々的に取り上げられた番組があるんですね。で、日本でももう文春がね、それ書き立ってますけど、ジャニーズ事務所の闇イコール、まあ芸能界の闇っていうことでね、これもまた貧乏論になってくるんですけど、僕そういう貧乏論大好きやもんで、まあそういうことなんですけど、
まあ、ジャニーさんが何なのかってことについては、まあね、文春が発売されましたから、週刊文春でもね、どっか、喫茶店かね、どっか置いてありますから、図書館でもあるかな。興味ある人は見ていただきたいんですけど、で、ここからがね、僕がやりたかったモノマネですので、聞いてください。Hey, you! なんで俺の動画はもっと見ないんだ ?Hey, you! なんでグッドボタン押さないんだ ?You! なんで俺のチャンネル登録しないんだということでした。不快に思われた方は、バッドボタンを押しても結構でございます。ちょっとエイプリルフールのね、余韻が残ってしまいまして、ちょっと私もね、やっぱりさすがに28回という再生回数ショックを受けたんで、ちょっとここで一つ、言わせていただきました。失礼いたしました。